品種改良だけで青いバラを作ってみたかったの。鷺坂冬子63歳、誰にもできないと言われた青いバラの生みの親。今さら再発だなんて。ステージ4のがんの治療中なんだよ。普通に暮らしたいのよ。すぐ入院しよう。まだまだ人生やり残したことがあるでしょ。あーちゃん、私決めたわ。この空を飛ぶ優しさ。俺ついに買ったんだ、自分のハンググライダー。池田山から飛ぶから見に来てよ。思い続けた夢を叶えるため、初めてあの青い空へ。池田山から飛びたいんです。重っ。二人乗りじゃダメなんです。ばあちゃんが一人で飛べる方法なんかないんすか。思い出して、今度のことだけは絶対諦めたくないの。決めた、私が作る。ハンググライダーでおばあちゃんが空を飛ぶんですよ。このままだと半年ぐらいだろうって。え、でも私ブルーヘブンが咲いたら空を飛ぶ。世界はさ、美しい青でできてるって思うんだ。花開く。ブルーヘブンを君に。